こんにちは、限界ニュータウン探訪記の吉川です。前回公開しました成田市臼栗、千葉県最大規模の放棄ニュータウンの動画は、結局土地の権利に群がった業者の話があまりに複雑になりすぎて、その話だけで動画が終了してしまいました。でも実はこの分譲地はそれとはまた別の種類の問題を一つ抱えています。話題が変わってしまって分かりにくくなるので、当初はボツにする予定だったんですが、でもやっぱりせっかく調べてちょっとボツにするのはもったいないので、今回は追記という形で簡単にレポートしたいと思います。2004年にこの放棄分譲地の調査を行った立命館大学の吉田智彦教授も地形図を添付してレポートの中で触れてるんですが、この放棄分譲地、地形図の南東部分に土砂崩れの形跡が描かれています。よく見ると南東部分の道路もえぐられているように見えます。1979年に撮影されたこの分譲地の完成間近の航空写真では、まだこの南東部分の道路を確認することができます。その後1989年までに撮影された航空写真では、まだこの南東部分の道路が無事であったことがわかるんですが、その後1992年に撮影された写真では、ちょっと写真が不鮮明で分かりにくいですけど、山肌が露出して南東部分の道路が失われているのが分かります。こちら1997年の写真も同様ですね。その後2010年になると、そのえぐられた斜面も再び緑に覆われて、道路はもう完全に失われてしまいました。映像ではそのえぐられた斜面の下の道路を歩いていることになるんですが、この今前方に見えているブルーシート、これは今回お話しする土砂崩れとはまた別のものだと思います。問題はこちらの擁壁で、これが上にある放棄分譲地の外周の擁壁になるんですが、改めて見るとやっぱりお金かけて作ってるなぁと思いますね。たださすがにもう管理する人が誰もいないので、擁壁の上の斜面はとても荒れています。土砂崩れが発生しているのはこの辺りです。草に覆われて分かりづらいですが、ちょうどこの辺りから斜面が崩れて擁壁ごと削ぎ落とされてしまった模様が確認できます。この辺りなんかはもう他のところの半分ぐらいの高さまでしか擁壁が残されていません。ただその土砂崩れが発生してから少なくとももう30年が経過していますので、今となってはその崩れた斜面も完全に竹林に変わってしまいました。しかももう手に負えないレベルの竹林です。ただ今はもう竹林に変わってしまったこの斜面も、本来はこの上の分譲地の道路と区画の一部だったはずなんです。そして真に問題なのは、これほど大きく地形が変わってしまったとしても、基本的に登記簿や構図の情報は一切変更が加えられないという点です。登記や構図は地形を記録するものではありませんから、それは仕方ないんですけど、所有者にしてみれば宅地として購入したはずなのに、ある日突然崖のオーナーになってしまうんですから、これはもうたまったものではありません。では実際にこの崩れ落ちてしまった箇所の構図を見てみましょう。前回の動画で構図を一切出さなかったのは、この分譲地、開発前からの筆解に上書きする形でそのまま分筆を行っているので、今の筆解はもうぐちゃぐちゃになっていて、構図を見ただけではどこがどこなんだかよくわからなくなってるんです。こんな構図を交えて解説すると、ただでさえややこしい話が余計わかりにくくなってしまうんで、あえてこの構図は見せなかったんですけど、まあその話はいいとして、この赤枠で囲ったこの部分、ここの部分の道路と区画が土砂崩れによって削り落とされてしまった箇所です。航空写真と並べて見比べていただけると分かりやすいかなと思います。この崩れ落ちてしまった筆のうち、147番26、147番28、147番33の登記簿を取得してみました。それを見ると、
147番26と147番28は成田市が差し押さえている株式会社英国堂の土地で、147番33が株式会社松下の土地でした。株式会社松下の土地はとりあえずいいとして、成田市ここを差し押さえちゃいましたか。しかもこの差し押さえはここが崩れた後の話なんですよね。前回の動画のコメント欄で、成田市が数年おきに参加差し押さえを繰り返しているのは固定資産税の滞納の時効を防ぐのが目的ですよと教わったんですが、これだともういっそのことを時効を迎えさせちゃった方がいいんじゃないですかね。まあ市民目線から言えば、こういう危険な土地はむしろ行政が管理してくれた方が助かるんですけれども、ただこういうのを見てしまうと、やっぱりなんか土地の政策ってどこかバグってるなと思います。例えば誰かが、まあ別に僕でもいいんですけど、どっかに全然使い道のない崖を持っていて、こんな崖を持っていても負担になるばっかりだし、変な事故とか起きて責任取らされるのは嫌だから、行政に対してこの崖いらないんで寄付しますから受け取ってくださいとお願いしても、基本的にどこの自治体も断るはずなんですよ。行政としてもそんな崖の管理責任の義務まで負わされてはたまりませんし、そんな土地を税金を使って維持管理することに何の公益性もないので、これは仕方ない面もあるんですが、一方で固定資産税を滞納した土地については、それがもうあからさまにジョーカーであったとしても、一応形として行政が主体的に動かざるを得ないというのは、やっぱりちょっとおかしな話だという気はします。もちろん差し押さえをしたからといって、それで直ちに所有権が移るという単純な話ではないですけど、でもこれだと無用な不動産の処分に悩みながらも律儀に固定資産税を払っている地主さんが全く浮かばれない話ではないかなという気がします。ただ一点、この分譲地こんなほったらかしにしてもったいないなぁとはまあ確かに思うんですけど、でもこれを見ると結果論とはいえ、やっぱり人が住まなくて正解だったのかもしれませんね。